おはようございます。自衛隊の総員起こしという、声で毎朝6時に起こされます。報道ステーション担当の吉田たちを運ぶのは南極観測船しらせ。朝6時の朝食を終えると、今日の朝ごはんです。それぞれの隊員が研究内容や仕事など自分たちの役割を他の観測隊員や自衛隊員に説明する講義が始まります。講義が終われば少しの自由時間。大海原に囲まれる中、目いっぱい体を動かします。その横では、今向こうにですね、イルカが見えました。あ、いっぱいいる、いっぱいいる。金曜日からや。金曜日でしたっけ。そうです。曜日の感覚を取り戻すために金曜日はカレー。いただきます。うまい、うまい。近くに店出してほしい。カレーの店めっちゃうまい。なんだこれ。昼食を終えると南極での観測の準備に取り掛かります。ここでは一応最低3回と文面上存在していて、夕食後の数時間は隊員に与えられた自由時間。ジムで汗を流す隊員もいれば、韓国ドラマにかぶりつく隊員、さらにはカフェを開く人も。お邪魔します。あ、いらっしゃいませ。せっかくなんでいろいろ楽しみたいなと。あ、まあコミュニケーションツールですいただきます。あ、味しっかりしてる隊員たちの憩いの場です。美容師から研修を受けた隊員が担当するにわか仕立ての理髪店を覗いてみると、ガリガリ行くようになりましたね。耐える襟の中がすごい。ちょっと無駄しすぎ、無駄しすぎになってるけどね。4人がかりで奮闘すること30分。どうですか。おお、私最初どうなるかと思いました最後はかなり綺麗にできておりましてさすがだなと思いました。消灯の時間が来てしまったので寝ます。おやすみなさい。出発から2週間。先週の土曜にしらせは最後の停泊地、オーストラリア南西部のフリマントル港に着きました。船の揺れが少ないこの時にしかできないこと、それが歯の治療です。もう揺れてるともう全然無理なので、はい、なので実日数はすごく少ないんですね。ああ、じゃあ揺れが少ない間に難しい処置はやらないと。そうなんですよ、そうなんです。ここでは生鮮食品などの物資の補給が行われていたのですが、こんなに早く離れるとは思ってなかったです何が起きたんだろう。急遽予定より3日早く港を離れたしらせ。お風呂とお洗濯の時間を制限させていただきます。一体何が起きたのでしょうか。はい、南極観測船しらせで取材を続けている吉田遥ディレクターと中継がつながっています。吉田さん、船が急にこう港から沖へ出たということと、あと先ほど VTR でもその真水緊急事態宣言という張り紙も見えたんですけれども、今どこで一体何が起きているんですか。
はい、そうなんです。しらせはですね、今フリマントル港からおよそ6キロの沖合に停泊中なんです。まあ、一時港に着岸することはできたんですけれども、まあ、港の管理者から船を移動させてほしいという指示がありました。まあ、ただその指定された場所というのがしらせが泊まれない浅瀬だったということで、急遽陸から離れることになってしまったんです。まあ、さらにしらせでは海水を使って水を作っているんですけれども、その急な移動によってそれができなくなってしまったために使用に制限がかかってしまいました。まあ、急に船が動き出したので、まあ、私たち非常に焦ってしまったんですけれども、まあ、ベテランの隊員の方たちは、まあ、こういった予定変更というのは南極ではよくあることなんだと非常に落ち着いて対応されていました。なるほど。まあ、この先はいよいよ南極に向けて険しい航海が始まるということなんでしょうか。そうなんですね。明日ここフリマントルを出発するとすぐに暴風圏に入りまして、荒れた海域が続きます。まあ、そういった海域を通過しないと氷の世界には入ることができないんです。ここはブリッジと呼ばれる船を操縦する場所になります。ここで船を前進させたり更新させたりを繰り返すラミングという方法を使って氷を砕きながら南極に向かうことになります。順調にいけば南極の昭和基地には来月下旬にも着く予定です。はい、これから正念場ということで体調大丈夫ですか。歯とか治療済んでます。大丈夫ですね。はい、親知らず全部4本抜いてきましたので大丈夫です。気をつけて取材してください。ありがとうございました。テレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも TVer で生配信しています。